雨の向こうのふるさと歌わせていただきました。どうでしたか？いがった？どの辺がいがったべ？あれ？ぜひ歌っていただき、皆様の声がなんかすごく聞こえてきてとっても嬉しかったです。すみません、実はこの間、1月27日に私が所属している日本クラウンの、年に一度のヒット賞贈呈式というのがありまして、そこにはですね、大先輩、もう雲の上のような、そんな私からしたら神様のような、そんなお方でいらっしゃる北島三郎さんだったり、あとは三河圭一さんとか、事務所の大先輩鳥羽一郎さんなどもいらっしゃる中、実は昨年大変お世話になりました「望郷恋歌」もヒット賞をいただくことができました。ありがとうございます。もう本当に昨年ね、望郷恋歌1年間歌わせていただいて、皆様に応援していただきました一枚一枚が重なって、こうやってヒット賞をいただくことができました。もう本当に幸せいっぱいです。これで実は2年連続会津山の神、このデビュー作と、そして望郷恋歌と2作連続してヒット賞をいただくことができました。そしてこの雨の向こうのふるさとでも、ね、今度は3年連続と言えるようにまた日々精進してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。